古本の街として知られている神田神保町に今大きな変化が起きています。若者の神保町離れを防ごうと新たな手段を取り入れている現場を取材しました。東京の秋の風物詩神田古本祭りが26日から始まりました。全国から本好きが集まる一大イベントです。神保町行ったら僕は古本のイメージですね。本屋さんがいっぱいある。グルメよりは本かなっていう。そもそも神田神保町が本の町になったのは明治時代に国立私立の大学がこの地域で次々に創立され、それに合わせて本を扱う店が集まったのが現在の古書店街のきっかけと言われています。しかし昔ながらの古書店が置かれた状況は決して明るいものではありません。大型古本チェーン、さらにインターネット上での売買など競争相手の出現で古本を取り巻くビジネス環境は変わりつつあります。やっぱ学生さんが昔はやっぱりもっといらしたんですけど、やっぱりそういう方が減ってきてるかなっていう。お店に来ていただいてこうじっくりこう見ていただくというものは減ってきたように思いますけどね。お客さんがあまり来ない、ネットの影響っていうのはかなりあると思います。はい。そんな中現れた強力な応援が古書店街の近くにある国立情報学研究所です。神田の古書店全体にある何百万という書籍や膨大な資料を何とか活用できないかとプロジェクトが動き出したのが2年前。技術力を使ってなるべく古書が生きるような形でインターネットで表現されればなと。 NPO 法人連想出版を設立し、神保町のオフィシャルサイトブックタウン神保を立ち上げ、古書のデータベースを作り上げました。5店舗10万冊でスタートしたデータベースの登録数は2年間で45店舗35万冊まで増えました。平均して1日あたり2万ページビューがありまして、さらに街を見渡すとここには本以外の魅力がたくさん詰まっています。昔から本好きが読書にふけった喫茶店、さらに最近ではこうしたカレー店も急増しています。名店が軒を連ね、カレーの激戦区となっています。本だけではない町全体の魅力を生かして人を引きつけようと、神保町には今月13日このような場所もできました。古書店街の真ん中に本と町の案内所がオープン。情報端末と常駐のガイドを置いて本探しから飲食店の紹介までサポートしています。そして今月20日には町情報の検索サイトも立ち上がりました。その名も神保町へ行こう。サイトでは本と同じくらい食や街並みの情報も充実しています。こう実際に足を運びたくなるような、そういうきっかけを与えるようなサイトとしての役割を果たしていければなと。古書以外の業種の方との情報をうまくミックスさせて流していくことは、やはりとにかく間口を広げることになると思いますので、そういった意味の期待はあります。本の街から文化の街へ、新しい技術を活用してさらに魅力のある街を PR する活動が本格的にスタートしました。